られてない？屋上に来てくれ、全員すぐにだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの？おい、あれを見ろ。敵、いや、獣じゃねえか。なあ、あいつ、壁の方に。おい、待て。待て待て待て待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないよ、頼んだよ。ふざけやがって、やるしかねえってのか。塔には無防備の新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。落ちた。苦戦してんのか、行ってやらないとな。うざな。これじゃキリがない。ほら、狙い通り。完璧だろ、言ってやろう。捕らえた。この薄なのが！ゲルガ、今のは危なかったろう。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。相手する。落ちた、行ってやろう。ここが拠点さ。
塔の周りの巨人は大体傾いている。さすが調査兵団。他の兵士とは訳が違うってことか。あれは後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。休む暇もねえってのか。邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。すまないな。これで塔の守りに専念できる。待ってることしかできねえのか。当然さ。急いで拠点を作れ。行ってやろう。取られた。狙い通り。無残だ。あんなの余裕だ。
敵だろう。これででかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんてめったにないよ。いや、なんとかしのげそうだな。無邪魔な。あれはなんだ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。相手する。この投石、壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。巨人多数接近。くそ、なんて勝つだ。倒さって。落ちた。巨人は何とかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいんじゃねえのか。いや、この木を逃す手はね。あいつさえやっちまえば投石は止まる。
限界だ。お前もその生倉が最後なんだろう。ああ、でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。落ちた。何体やったんだろうな。さあ、数える余裕なんかないからね。あんなのどういうか。当然だ。お前、センスがいいな。やろう。狙い通り相手する。完璧だろ。その調子で頑張ってくれ。おいおい、まずいんじゃねえか。塔が壊されたらおしまいだぞ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。狙い通り。塔が崩れそうだ。まったくついてねえ。こんな、そろそろ腹をくくるしかねえか。
引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつは。もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまね、お前ら。もう力入んね。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせ、クリスタ。もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ゲルガーさんが。